大音量のゲップをする男。ゲップだの、ゲップ、すごいゲップをする。いや、すごいって言ってもだってゲップはゲップでしょ。見たことないの。うん。気持ちはわかる。だが今夜はあえて聞いていただこう。世界最強のゲップを。世界達人列伝。ここからは珍人部門へ突入。まずはイギリスから。世界一大音量のゲップをする男。ハロー。いや、待ってたよ。彼こそがゲップの大きさがギネスにも登録されている男、ポール・ハーン。俺のゲップは飛行機のエンジン音に匹敵するのさ。でもさ、ゲップってそんな出ないでしょ、言っても。一般的なゲップの音量はこの程度。ごめんなさいね。それでは世界チャンプの技を見せていただこう。あ、なるほどね。あ、これ使ってその、要は何でしょう、そのゲップを出すの、燃料を補給するようなもんですね。そう、この炭酸飲料がゲップの源。起こしやすくするんだ。発射準備完了。もう来てるね。すぐ来るやんた。いいか。次もいる。あんままずる。やばい、やばそうな人来た。なんとアラブの王族と見受けする高貴なお方が。ちょっと今我慢してね。あの人たちが通り過ぎるので。爆弾は爆発寸前。しかし巨大なゲップを浴びせかけるなど国際問題になりかねない。No, ちょっと待って、恥ずかしいからやめてよ。さあ続いては世界最強のおならを出す男。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。なんでまだそのゲップ後におならくんの。ちょっとごめんなさいね、ご飯時にゲップから次おならになすんですって。なんだ。彼こそがイギリスで知らぬ人はいないおならの達人、ミスターメタン。ミスターメタンはお尻から空気を吸い込み出すことができる。故に普通のおならと違い至ってクリーン。なおかつ大量の空気を取り込むことにより世界最強のおならを出すことができるのだ。そんなミスターメタンの必殺技はおならで吹き矢。やだやだやだ。やだよ、もういろんなことが見えてる。見事、覚悟。お見事。なんとミスターメタンはこの特技だけで食べている。ならも極めれば仕事になるのだ。イベントでは他におならで演奏もするんだ。こうなったらもうちょっとそこの行っちゃいましょうか。さっきのあのゲップの達人も呼んで、おならとゲップのコラボ行っちゃいましょうよ。禁断の扉は今開かれた。すると、心は通じた。なんで絶対に出会ってはいけない。おならとゲップが出会ってしまいました。それでは世界初ゲップとおならの競争曲お聴きください。皆様大変失礼いたしました。